さり皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。さあ、クリスマスコースも終盤を迎えてきましたね。ということで最後のデザートとしてリンゴを使った一品をやっていきたいと思います。リンゴはね、いいですよ。医者いらずっていうぐらいだからね、体に最高にいいんです。ということで早速やっていきましょう。何を作るかというと、ズバリジョージ風焼きリンゴを作っていきます。まあオーブン焼きです、言ってみれば。でフランス語ではポムオフって言ったりするんですけど、まあ、ポムっていうのはリンゴですね。でオフ、オフっていうのは、フっていうのはオーブンっていう意味で、オフのオは、場所を示すんですけど、まあそういったもろもろの事情からポムオフと言います。でリンゴの丸ごとオーブン焼きによくあるのが、先に中身をくり抜いてからオーブンに入れるっていうやり方なんですけど、このジョージのやり方はまずキャラメリゼした液体の中で表面をしっかりコーティングします。で中身をくり抜かないままオーブンに入れてきます。そうすることでリンゴのジュエキスが外に出ないで、しっかりと中に閉じこもった、旨味を閉じ込めたまま美味しい丸ごとリンゴのオーブン焼きができるっていう原理です。まあ、つまり先にくり抜くと、やっぱカットしたところからエキスが漏れちゃうんですよね。これはもう野菜、果物、お肉、魚全てにおいてそうなんですけど、基本的に火を入れるときはカットしない方が、実は旨味っていうのが全開に感じられる調理法になるわけです。分かっていただけました、このジョージの熱い思い。ということで準備が整ったのでオーブンに入れていきます。これでだいたい今170度のオーブンで25分ほど入れました。それで、まあ、まだちょっと火の通りが甘いかなっていうぐらい、完全に火が入ってない状態で一旦引き上げます。ここで液体をしっかりとリンゴにまとわせて、アロゼですね、まあよくお肉とか魚とか焼く時にも使う手法ですけど、アロゼをします。それで今これからクレームダマンドを仕掛けていきます。クレームダマンドって何ぞっていうと、ズバリアーモンドクリームです。作り方は超簡単です。混ぜるだけ。そう、混ぜるだけなんですけども、ちょっとした注意点があります。まずバターは常温に戻しておくこと、操作しやすい温度帯にしておくこと。で卵を入れるときは 4,5 回に分けてゆっくり入れてた方がいいです。一気に入れてしまうと分離してしまう可能性があるので、そういった理由から数回に分けます。分離すると細かく言うと、やっぱ仕上がりの精度が落ちてしまうんですよね。油っぽく感じる仕上がりになってしまいます。なのでしっかりと乳化、この作業をしてください。さて、先ほどローストしたリンゴの粗熱が取れたので、ここで初めて中をくり抜いていきます。これは包丁、まあ、ペティナイフがあればペティナイフで外側を切れ込みを入れて、それで最後スプーンでくり抜くと綺麗に取れると思います。まだ少し硬さが残った状態です、ね、少しこの上のカットした部分もったいないので、細かく切って使っていきます。捨てる部分は基本的にないです。で中に入れる材料はバナナチップス、レーズンミックス、あとはピスタチオ、これらを加えていきます。このバナナチップスは気をつけてください、つい食べたくなってしまう。うめ、ちょっとこれ割とマジで止まらなくなるんで、あんまりね味見しない方がいいです。使う分なくなるんで。でバナナチップスは粗く砕いてあげます。でレーズンミックスはもうそのまま入れるだけで大丈夫。ピスタチオは、まあ、ちょっ
と砕いてあげた方が食べやすいかな。で、バナナチップスを付け足すのかと思ったらまた食べる。うめえ。うめえとかじゃなくて。で、あとはそこにクレームダマンドを加え混ぜていくだけです。しっかりと混ぜ合わせてあげましょう。今回僕はバニラペースト加えたんですけど、バニラエッセンスで大丈夫です。バニラエッセンスを少量。今ここでバナナチップスをなんか追加しました。多分もうちょっと食いたかったんでしょう。あとはシナモンパウダー、香り付けに。これらを、中身をくり抜いたリンゴの中に詰めていきます。ぎっちり詰めちゃって大丈夫です。そしたらアルミホイルをして、再び今度は180度のオーブンに入れていきます。だいたい20分ぐらいですね。そしたらリンゴを先ほどローストした時に一緒に入れてたこのキュイソン、キュイソンというのは液体のことですね。これをソース代わりに仕上げていきます。レモン汁少々、あとは白ワイン、これで少しだけ煮詰めます。この際に出てくるアクはしっかりと取ってあげましょう。ではこのアクが取りづらい、そういう時はキッチンペーパーで拭ってあげると、アクと油、余計な油、これらが一緒に取れます。なんで結構便利です。そして25分ほどオーブンに入れたら、アルミを外してもう一回25分。そしたらちょうどね、いい感じに仕上がってると思います。さあ、それじゃあドレッセいきましょう。さっき作ったソース、その上にリンゴ、これを乗せて、最後にハーゲンダッツのバニラアイスを添えてあげます。ボナペティ。このリンゴを焼く前に一切くり抜いてないので、旨味が全く逃げてない状態、全て閉じこもってる状態なので、むちゃくちゃリンゴの風味を感じられます。そしてその中にバナナチップスのアクセント、クレームダマンドのナッツ感、あとシナモンの香りだったり、レーズンミックスのバリエーション、それらとこのバニラアイスのシンプルな味がすごくよく合います。あとこの見た目がいいですよね。余計なものが一切ない、もう洗練されてる仕上がり。僕ね、こういうのすごい好きなんですよ、うん、ということで、クリスマスコースといった内容で動画をお送りしてきました。何か一つでもご参考にしていただけたら嬉しいです、うん、さあ、今回も時間やってまいりました。また次回の動画でお会いしましょう。メリークリスマス。